将来のエース候補として期待され、去年ドラフト1位指名でカープに入団した斎藤佑汰。今シーズンは土台作りに重点を置き、ファームで1年を過ごしました。最初の方は全然うまくいかないことの方が多かったんですけど、練習していったり、試合でちょっとずつ自分の納得のいくボールが投げられてきたときは、なんていうんですかね、ちょっとずつ今までやってきたことの実感みたいなのが出てきて、シーズン通して充実してできたんじゃないかなっていうふうに思います。斎藤の持ち味は恵まれた体格から繰り出す力強いストレート。先発登板した秋季キャンプ初日の紅白戦では、この日最速152キロのストレートを軸に3イニングを投げ1失点。新井監督も高卒1年目には見えないと絶賛しました。まっすぐはそれなりにコントロールできてたので、やっぱりまっすぐコントロールできるとある程度やっていけるなと思ったんですけど、投げたイニング全部ランナー出しましたし、自分のフィールディングで出塁させてしまったっていう部分もあったので、手応えというよりかは課題が見つかったなっていうふうな、見つかったというか、またより一層やっていかないといけないなっていうふうな感じです。ストレートの制球に手応えをつかんだ一方、この秋は球速アップを優先させているという斎藤。キャンプに帯同した黒田博樹球団アドバイザーのアドバイスもその背中を押します。まっすぐにすごい力があるから、あんまりコース狙いすぎなくてもゾーンの中で勝負できれば、ファール取れたり空振り取れたりするから、今は強いボールをゾーンの中に投げることだけ気にしてやっていけばいいんじゃないかっていうふうに言ってもらえたのは、コントロール気にしすぎてしまう部分があるので、そういうふうな考えでもいいんだなっていうふうにはなりました。迎えた侍ジャパンとの練習試合、黒田アドバイザーの指導を生かし、中軸を全球ストレートで抑えるなど2回無失点の好投を見せました。一日でも早く一軍のマウンドへ。鍛錬の秋、斎藤はさらなるレベルアップを誓います。やらないといけないことがいっぱいあるので、それはやっぱりこのキャンプのうちに、少しでも改善できるようにしていきたいですし、いろいろ試しながら、自分の力試しっていうのも あるので、全部なんですかね、全力で取り組んでいけたらなっていうふうに思います。